山口桃花です。北海学園大学経営学部経営学科の3年生です。北海学園大学3年2部経営学部経営学科田塚優希です。よろしくお願いします。例えば家庭用のなんかプリンターって最近めちゃめちゃ安本体安く買えるけど、でもそれって戦略で実はインク代で高く取ってるんだよって話聞いて、あ、そういうの面白いな、そういう勉強ってなんか実生活でも考えられそうだし面白そうだなと思って、よくすごく言われるんですけど経営学部に行ってるって言ったら、じゃあ将来社長だねってよく言われるんですけど案外多分そういうこと考えてる人ってあんまりいなくて、もちろん中にはいると思うんですけど、僕は単純にその企業経営の中身を知りたいなっていうふうに。マネジメントが自分がリーダーとして人を動かすにはどうしたらいいかとか、そういう勉強がすごい好きですね。僕今部活の部長をやっているんですけど、リーダーとしてどうやって動いていけばいいのかなっていうふうなことを考えながら勉強しています。例えばボランティア活動やってるんですけど、マネジメントとかでどうやってみんなのモチベーションを上げたらいいかとか、どういうふうにコミュニケーションを取ったらもっとチームとして力発揮できるかなとか、そういう勉強がすごい役立ったなと思います。心理学系の講義ってすごく役に立つ場面って多いなっていうふうに思うんで、部活動で使ったりとか、インターンでのグループワークとかの時にも使ったりしていました。大学に入る自分を想像したらいいなと思ってて、ちょっと勉強に疲れたとかやる気なんかないなって時に、大学のことをちょっと調べてみたりとか、自分は大学で新しいことをこれやりたいなとか、サークル入って活躍したいなとか、自分が大学生に入ってる様子をちょっと思い浮かべてほしいなと思います。やっぱり高校3年生ってすごく大変な時期だと思うんですよ。そんな中でもこういったサイトの中で自ら見に来てくる人たちがいるっていうのはすごく主体性があって素晴らしいことだなって思うんで、その主体性を持って今後活躍してもらえたらなっていうふうに思います。はい。